私たちが住む地球は莫大な数の星の中で小さな一つの惑星に過ぎません。しかしこれまでに生物の存在が明らかになっている唯一の惑星です。生物の生存に適した環境が整っているのです。地球には水分が豊富です。表面は空気に覆われ太陽の光が降り注ぎ、一定の範囲に気温が保たれています。さらに重力や気圧などの環境要因も生物の生存に適しています。そうした地球には膨大な種類の生物がそれぞれに適した環境下で生態系を作っています。水や酸素、炭素などの物質は様々な形で生態系を循環しています。その一方、生命活動に必要なエネルギーは生態系を一方向に流れています。すべての生物のエネルギー源は太陽からの光です。植物は光エネルギーを使い、光合成によって二酸化炭素と水からデンプンを合成し、化学エネルギーとして蓄えます。同時に酸素を放出しています。植物に蓄えられた化学エネルギーは食物連鎖の土台となります。動物は光エネルギーを利用できないため、植物あるいは他の動物を捕食して化学エネルギーと栄養素を取り入れています。人間はさらに動植物を効率よく確保するために品種改良を施し育てています。農作物の栽培、家畜の飼育や魚介類や海藻などの養殖です。